はい、どうもクズネコミです、今日は茨城の方の海の近くのキャンプ場に行こうと思います。今日はね、10年ぶりに会う高校の同級生とキャンプをしてこようと思います。もう本当に高校卒業してから一度も会ってないので、正直どんな感じになるかわかんないんですけど、めちゃくちゃ面白いかもしれないし、めちゃくちゃつまらないかもしれないし、わかんないんですけど、キャンプをねやっていこうと思います。10年経っても分かるもんだな、結構。よし、じゃあちょっと迎えに行こうかなと。なんか久しぶりだね。疲れたな。でもなんかね、見た瞬間分かった。あ、雰囲気は分かった。あ、よかったよ。いや、会うとき分かんなかったらどうしようかなと思ったんだけど、意外に分かるもんだな。そうですね。連絡取るようにしてたんだけど。急に会いたくねえって言われたから、あ、そう、うん、完全に縁切り宣言されたから、連絡取りたくなるまでこっちから連絡しないからっつって完全に切られてしまった。そう、切られてしまったから。悲しいな。悲しいな。いいね、なんか50周年で半額にしますねさて、どうしよっかね。何にしよっかね、今日ね。レンコン。レンコン焼きます。いや、焼いてくるよね、うん、2人で食うには1本でいいんだけどなって感じだよね。これでいいから。そうそうそう、まあいいか、持って帰りゃいいからな。皮、鶏皮いいじゃん、なんか楽しいから買っちゃう。なんかレンコンドレッシングとか、これちょっと気になるね、うん、で、まあ焼いてかけても別にね、うん、ドレッシングですから。肉で焼いてかけてもいいし、柚子かけてもいいし。買ってみよう。こういうの毎回さ、キャンプの時思うんだけど、4分の1サイズをさ、売ってくれたらさ、バカ売れすると思うんだよね。バカ売れするね地元民はこれの何がいいんだろうって思うけど、外から来るとめちゃくちゃ需要がある。こういうのね、ちょっとでかすぎちゃうんだよね、我々キャンパー的に。キャンパー的にね、ね、どうやって食えばいいんだろうな。普通にシラスみたいな気持ちで、シラスの気持ちでいいんじゃないか。食っていいのかな。もう面白そうだし、なんか食べてもいいかも。米炊いて上に乗っけりゃ大体食えるもんな。大体食える。レンコンってさ、冷やさなきゃいけないんだみたい。俺知らんかった。それはもしかしたら糖分分解されちゃうのかな。ああ、なるほど、うん、欲しいもの山中っていうのが。いいじゃん、17時までやってる芋ここでいいかなって。芋も売ってる。芋そこで買おうじゃん、うん、じゃあとりあえずスーパー一旦寄って、で最後に芋をそこで調達してキャンプ場行くか。そうだ、そうしようか。イベント会場、犬のなんかワンちゃんのあれなんだね、うん、ピザドッグとか。ホルモン焼きそばはちょっとありだなって気がするな、ね、スーパーで買って自ら作ろう。気持ちを高めるね。そうね、うまいもの作れば。ああ、何作ろうかね。ヨーグルトカステラ、小腹も空いたしな、食べてみよう。2層になってんだこれ。いいぞいいぞ、面白いねこの、うん、シベリア感。うん、うん、ヨーグルトいるね、うん、ヨーグルトちゃんといる、うん、最初このあんのなんか甘い方が結構強くて、うん、そうそうそう、ヨーグルトっぽくねえなと思ったけど食べてればいる、うん、あとこれしっとり感すごくない？すごい。例えば北海道のさ、うん、あるじゃん、蒸しパン、はい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 、卵蒸しパンみたいなやつ、はい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 、あれの数倍そうね、しっとりしてるよね美味しいわ、うんうん、ご当地ものだね、うん、瞳に優しいブルーベリーやおっさんが食べてるだけの絵って面白いな、うん、なんでおっさん見なきゃいけないの。そう、おっさんから見られるのは慣れてるけど、おっさん見るのはちょっと悲しいね、切ないな、うん、よっ、まあ、そう、ここで考えたらこれかわけげんな調子まであっじゃあ、波の音もいいね、うん、海の見える方が嬉しいですね。あ、もう全然全然いいです全然です。海側の方が綺麗です。明日雨なんだよね。らしいですね明日ね
オッケー。紐？そう、ゴムでテンションかけてて、で山で使うとさ底面って出てないじゃん。うんうんうん、からこれの位置を変えて。ああはい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 。っていうのができてる。面白いねこれ。でチタンとカーブ。なるほどね。そうそうそう。あで最後までやると、そう抜けて、そう倒れると。ああいいね。そう。面白いね。そういえば番長ってサイズ感変わってない？変わってない。変わってない。うん、よかった。出せない。大丈夫生きてるみたいな。あーうまっ。寝床でも作ったかな。ビール飲めます？ビールもいいんじゃない？コーラチェイサーで。ほんとなんか30代になってさ、おっさんやるかって思っておっさんやってっけどさ、高校生でいいよって言われたら高校生になるよね。全然ならない、まあ、若い子との文化はちょっと合わないかもしれないけど、そうそうそう、俺らがね、あの当時の高校生にはいつでも戻れるよ。当時の高校生にはいつでもなれる。変わんね。そうだよ、それこそ20代は合ってないんだからね。そうね、すごいよね。うん、そう考えると、も消耗品だからさ、何回か私実はやってるから、あ山の遊ばね。SM が楽なんだけどな。まあね、でも地面に近い方がいろいろやりやすいんだよ。そう。レンコン。レンコンだからなんだって。レンコン君は美味しく焼けるかな。いいよ。ああいいですね。いいね。焼けてますね、ちゃんと。クラゲとこっちが何だっけ、これがワカサギだね。ワカサギの茹でたやつ、うん、塩茹でしたやつ。キクラゲの方の味見を。バッシャーンはやめてね。バッシャーンは、うん、バッシャーンはしない。よいしょ。あ、いいね。あ、うまい。うまいっすか。うん、あのね、若干シソっぽい、あ、爽やかさがあって、あ、うん、食感もいいし、すごい米に合うよこれ。ちょっと待って、あ、これはうまい。うまいね。うん、はい、いや、これうまいわ。うん、あの乾杯するときはね、瓶の底同士で乾杯するといい音がする。なるほど。じゃあ乾杯。確かにうまい。あ、飲みやすい。うん、よし、まず香味野菜をぶち込みます。ぶち込みます。あ、もううまそう。もううまそう。もううまそう。あ、でもいい感じ、いい感じ。だね、ちょっとしゃぶしゃぶっていうにはちょっと厚みがあるから、ジャブジャブぐらい。ジャブジャブやった方がいい。で、これに香味野菜をかき集めて。うわ、いいね、これ、絵が。すごいね。うわ、うわ、良すぎ。人がしゃぶってるシーンをかぶせていく。そしてピントが来ない。いただきます。これはうまい。これはうまいわ。うまい。いいね。キャンプでわざわざ湯煎した鶏皮にレンコンを入れて食べようだなんていう。贅沢だよ。贅沢だね、やってることね。こういうのなんか時間があるからできる感じで。間違いないね。うまそう。うまそうだな、おい。うまそうだな、これ。こんなもんかな。オッケーオッケー。じゃあ行くよ。じゃあ汁の方。あー、いいね。めちゃめちゃうまそう。これはもう完璧な締めだ。うまいの塊だよ、こんなの。これはやばいね、締めだね。完璧。
ありがとうございます。もう朝からめちゃくちゃ雨です。とりあえずね、サメシーク食べちゃって、どうも9時ぐらいから雨が結構強くなってくるみたいなので、ドットと撤収っていうのもありかなってちょっと思ってます。ただまだ友人がね寝てるんで、まあ友人が起きるのもあってから行動を始めればいいかなっていう感じですかね。昨日の残り物を全然ピンとこねえわ。うまっ。あ、いいね。これはめちゃくちゃいい采配だったな。そうね、すごいね。もう砂が厄介ね。ちょっとやっぱ雨の日の砂系はきついね。車の中もかなり浸食しちゃうね多分。机の上とか椅子の上とかも完全に砂積もってて、最初掃除しねえだなこれみたいな。いやーでもよかったわ、キャンプ場としては全然よかったね。なんかむしろこっちの、山側のサイトの方が撤収は楽かもね、うん、確かにこっち砂浜じゃないもんね、うん、完全にトイレも普通に綺麗だったし、うん、なんか多分最近あれ作ったんだねみたいね。木も若かったからね。オープン自体も多分古くないんじゃないかな、うん、海の景色めちゃくちゃ良かったし、これマジで穴場だよね。海浜公園もすぐ横だしさ、うん、もう本当家族連れもカップルもどっちも楽しめるしね。男だけで来ても全然楽しめる。全然いい、全然あり。海の音結構入ってるから、まあ、結構まあ声ね大きくても、そうね、そんなにバカ騒ぎしない限りは、うん、海が割と隠してくれるもんね、うん、やっぱ先着順なんだ ね、ここで多分ね。一応外側の方の予約はしたんだけど、でも先着で入っていくみたいだから時間通り来なきゃいけないかもしれないけど、うん、ただチェックアウトの時間が決まってないから先客がいる可能性がある。ワンちゃん土曜日に来ても海側取れないかもしれないね。そうね、普通の日だったら連泊の人が絶対いるじゃん。金曜やった人がいるはずだから、うん、金曜夕方チェックのお客さん結構多そうだよね。雨はな、ちょっと雨の時のダメージはでかかったけど、うん、雨降りそうなら林間サイトの方、そう雨降ってなきゃもう普通にオーシャンビューの方のサイト使って楽しめば全然いいよね。そのまま下行ってね、釣りとかもできる。そう、そのまま ね降りてね、うん、やってる人も結構いたもんね、うん、この嵐の中いたね。波に打たれながら。霞近いな、こう考えると。うん、車3分ぐらいだよね、多分ね。そうだね、うん、まあ、出発して5分しか経ってないから、うん、5分で来れるスーパーは全然ありだ。なんか、とりあえず設営してから飯食い、買いに行ってみたいな、うんうんうん、それでも全然いいね。場所取りのことも考えると、うん、それの方がありだ。いろいろ作ってる形跡があるから、これからどんどん良くなってくるし、うんうんうん、なんか発展させていく感じあったよね、うん、ソロキャンサイトがどんどん作られてるから下の面の場所、しかもあれ結構段差しっかりしてるから、うん、プライベート感すごい強いし、そう視線気にならないように作られてるから、うん、なんか隣でコミュニケーション取ろうと思えば全然取れるけど、うんうんうん、取りたくなきゃ黙ってれば全然絡まれない、ね、全然届かない感じの、うん、形になってる。ただソロキャンの方はね、あの乗り入れができないからね。そうね、ちょっと駐車場から荷物持ってって、うん、っていうのが大変かもしれない。でもその分ね、はいはいはい、群馬系のテントをあそこに立ててソロキャンしたら、うん、あれ多分気持ちいいと思う、ね、あれかっこいいね。それはかっこいい、ね、すごいコット敷いて、そう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 、ちょっと椅子代わりにうまく立てて目の前でちっちゃい焚き火作って、はい、超いいな。砂地っていうのもあって、そこまで地面に対する配慮、うん、かなり気使ってっていう感じじゃなくても大丈夫そうだよ、うんうんうん、砂地でちょっと不安だったけどペグもさ、うん、意外としっかり入ってる。あ、そうね、なんか引き締まってたよね。ちゃんとだから20センチのペグ持ってったけど全然それ足りてたし、うん、全然足りてた、うん、ね、帰り前ちょっと風あったけど、うんうんうん、それで